夢で告げられた崇高な聖がなぜあんな姿なのか。なんということだ。一辺とやらを探し出して晒し首にしてやる。あんたたちに私の苦しみは分からない。私を救うことなんてできない。あのような体で遊行を続けなってはいけません。生身ダブ、これ以外に何が必要だというのですか。無礼者だ。父さんか。生身ダブと隣がお嬢とします。お札をお受けください。お嬢と言いますか。生アミダブとお隣です。あなたの家族、そして母もいないのです。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。